本日は玉川大学の大学祭に来ております。ここは農学部のキャンパスです。ちょっと恐ろしいんですが、オオスズメバチのジョウバチですね。こちらはオスだそうです。この禅のために針は抜いてありますというふうに書いてありますが、しかし私たちにはちょっと見た目にもう見ただけで恐ろしくなります。こういうプラスチックの一ケースの中に入れてあります。こちらがそのオスバチのオスです。この大きさで見ていただきたいと思います。これぐらいの大きさです。こちらはミツバチ、西洋ミツバチがケースに入っているそうです。この中にもう何千匹という蜂が入ってますが、この中にどっかにジョウバチがいるそうです。ただこの向こう、この面と向こう側両方で入っているそうですので、この中に直接見えるかどうかは分かりません。私も先ほどからミツバチを探しているところです。舌を出して餌を吸う。こちらは美味しい。それを何回も食べると匂いを嗅いだだけで餌がもらえると思って舌を出す。蜂蜜がたくさんあります。そう、カメラの方がそのままで終わります。終わります。これで終わります。